やっぱただの坂じゃん。ここに来れば何かが思い浮かぶって、何か思い出せるって思ったけれど、今の俺には何も見えない。満開の桜も、空を舞う帽子も、坂の上に佇む白いワンピースのヒロインも。終わるのかな、俺の夢。ここで始まって、ここで。このままでいいか、なんか久しぶり。また会えたね。本当偶然なってね。加藤。あれ、私のことを知ってたんだ。秋智也くん。お前これ、ん？これ一体何なんだ？ねえ、アキくん。トモヤくん、あなたが求めていた私はこんな感じだったかな？え？アニメの中の、ゲームの中の、そしてラノベの中の、あなたの理想の女の子は、こんな風に話して、こんな風に動いて、そしてこんな風に恋に落ちたのかな。合格かな。今の私はあなたの作ろうとしている物語のヒロインになれるかな。あなたの力になれるかな。